こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はデートでキュンとさせるモテ行動という話をさせていただきたいと思います。で、まあ男性はね、基本的にすごく強くいなきゃいけないっていう風にね、言われていることですごくあると思うんですけれども、そのね、強くいなきゃいけないっていうのを利用して、うまくキュンとさせることができます。それは一体何かというと、ちょっとだけね、ちょっとだけですよ。ちょっとだけ弱みを見せてあげると、女性はキュンとしたりします。例えば、仕事のことで、いつも普段は一生懸命頑張ってるんだけど、でもちょっとだけ、たまに落ち込む時もあるんだけどね、何々ちゃんだから言えるけど、とか。ね、でも頑張んなきゃって思うんだけどね、みたいな感じで、こう、頑張る、弱い、頑張るみたいな感じで、若干弱みを見せ、それでも頑張るみたいにやっていると、あ、なんか私だけに話してくれたんだっていう風に特別感を感じるんですね。ですので、ぜひね、頑張る、弱みを見せる、頑張るみたいな感じでね、この、トライアングル、逆三角形バージョンで、やってみるといいと思います。はい。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録もお願いします。はい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日ー。